毎度お世話になっております。ガンパレードマーチ実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回念願のテレポートを手に入れました。これで争奪戦に怯える人はおさらばっちゃいということですね。やったお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 監督、いやーマジで嬉しい。お、舞ちゃんが俺のために刃物を陳情してくれた。ありがてえありがてえ。あ、手作り弁当もマジ助かる。お、早見親衛隊、これ結成されてなかったっけメンバーが増えたってこと、規模が拡大したのかなそして原さんが相変わらず随伴してくれてる。はやみくーん、おーい。こちらの表情に気づくと嬉しそうに互いに微笑んで走っていった。なんだ若宮くんみたいな娘たちね、人気者さんふふふ、後ろ手に包丁を隠し持ってそう原さん笑顔が怖えっすよ。あ、届いたね。お、これウォードレスだよね。なんて読むんだろう、ゴソンかな。狙撃仕様が本校から届きました。銀河の兄貴に着せよう。よし、じゃあ使いますか。テレポート瞬間移動です。テレポートパスが必要になります。これで好きなところに一瞬で移動できるんですね。あ、そうだ、ちょっと待って、萌えちゃんさ、前回意味深なイベントが発生してましたよね。いる？萌え？萌え？萌え？あ、いた。あ、勾配、勾配にいる。じゃあ、いや、まあ、徒歩で行けるんだろうけど場面移動すると争奪戦が起きるかもしれないからね。ちょっとの距離でも俺はテレポートを使う。売店ってどこだ？玄関でいいのか。ひょん！あ、ここだったら一緒じゃん売店に飛びたかったんだけど。萌え？あれ？萌えがいない。消えた。ちょっと待って、あれ、いないな。おっ、ああ、坂上先生か。ちょ待って、どこ行った？こう見てる間にいなくなるのやめてほしいな。あ、ロビーにいる。なんかもてあそばれてんなあ、いたいたいた。うっ、ああ、え、あ、あ、萌ちゃんのイベントか。萌は喋れなくて喉に手を当てている。気持ちの悪い声を出してそっと、そして悲しくなって走っていった。気持ち悪くなんかないよ。昨日のイベントかな。あ、友情評価が下がった。何だったんだろう。どこ行ったの。あ、プレハブ校舎屋上にいる。追いかけよう、逃さん。萌え、知らなかったのか、イケメンからは逃れられない。あ、教室連れてかれちゃった。先生が入ってきた。萌えちゃん、うちのクラスじゃないんじゃなかったっけ、隣じゃなかったっけ。節子にがなられるぞ。来ないからってあんまり騒ぐなよ。外まで聞こえてたぞ。遅刻してくんなよ、節子。また遅刻してきただろう。仕事の部署評価が全て S になったので、カリアが、銀盾？銀順かな？銀順十字軍勲章かな？終えました。あ、岩田さんもだ。遠坂さん。田代っち。森ちゃん、
ようこさん。港のようこようこようこ。横浜。それとだな、あと何があったっけ。ん、どうした、あやみ。ん、いや、何も言ってねえよ。そう会話すんな。あ、はやみが手作り勲章を獲得しました。あ、俺か。机の上にあからさまに嘘くさい勲章が置いてある。嘘くさいが随分真面目に作られているようだ。褒めているつもりなんだろうな、みんな。みんなから送られた勲章か。紙を書き上げてこの勲章をもらっておくことにした。普通の勲章より価値があると思った。あこれは可愛いな。嬉しいね。偉いって書いてあった。発言力上昇。50上がったか。全行さんが戦車技能を取ったんで、勲章をもらった。全行さん戦車乗るの？あ、荒井義ちゃんもだ。あ、陽子さんも。で、若宮さん遅刻したんだ。極楽とんぼ賞を得ました。赤藤ちゃんも。舞ちゃんも？ののみちゃんも。みんな遅刻が多いな。あ、銀河の兄貴も。節子は？これ節子ももらうべきでは。それとだな、早見。なんか知らんが、純粒子閣下が直接お前と話したいそうだ。玄関まで行ってこい、急げよ。なんだろう。早見が、WCOP を獲得しました。WCOP？ なんだろう、何の略だろう。ワールドコンパニオン、おっぱいかな。ワールドコンパニオンおっぱいだと思うんですけど。純粒子、そろそろ次の予定は。分かっている、アツシ。今日から芝村を名乗るがいい。え、なんで。信仰名士の名ではあるが、そんな役に立つこともあるだろう。もともと私も芝村ではなかった。芝村になったのは。えあなたは婿養子だったの。あー、舞ちゃんとお付き合いしてるから、俺も今日から芝村ファミリーってこと。あとは好きにせよ。お前が正しければお前は勝つだろう。困ったら頼るがいい。やったー、俺のバッグに芝村ファミリーがついた。シルバニアファミリーどころの影響力じゃねえぞ。芝村ファミリーだからね。WCOP を獲得して、おお、発言力めっちゃ上がった。2500か。体力が900を超えたため、前が日の国宝剣を得ました。体力900超えるとこれもらえるんだ。俺いくつあったっけ ?700 ちょっと。790か。あと200ちょっとっすね。日の国宝剣欲しいの。じゃあ、隣の教室行くか。飛ぶ。ん？何これ。聞く者の心を揺り動かす演説を行います。芝村的演説だって。ちょ、やってみる。100使うけど。早見は芝村的態度で熱弁を振るった。みんなの士気が上がった。おお、そういう効果があるんだ。ちょっとまだ誰とも会話してないのに。マジかよ。 201V1 千変異は現状作業を置き、可能な限り速やかに教室に整合しよう。行きましょう皆さん。総員配置1、2、3。現状の数と規模は算定してください。規模を算定してください。しつけ期まで180秒。うわー、昼飯食ってねえのに。マジかよ。
天草先駆防衛戦、天草か。一回だけ行ったことあるな。あ、割と障害物が少ないし、敵が固まってやがる。これは俺の出番じゃね。みんな聞こえて。あ、原さん、原さんもウォードレス着てる。ついてきてんのか。今ハンガー整備テントから補給トレーラーと一緒に到着したわ。撤退ライン整備員と一緒にいるから、武装変更したときはここに近づいてね。重なる必要ないわ。本当に気休めだけど、ダメージ回復もしてあげる。以上、整備主任より。死なないでね。人間の修理はできないか。原さんにそれを言われるとなんか複雑な気分になる。よすいません、地獄からのボイスが出ちゃった。よし、じゃあ行くか。相手はゴルゴーンが数体、1,2,3,4,5,6 体か。ここ入りたいですね。この辺とかね。ここ目指すか。じゃあ、このまままっすぐ突っ込めばいい感じかな。ダッシュで、もう一回ダッシュ。いいね。これで次のターン狙いをつけると、あ、もう先にやっとくか。あ、いいか。そうだね、いいや。とりあえずターン終了。全速前進だ。間に合ってくれ、あと2ステップ。よし、勝ったぞ。よし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 、いいね。相手に攻撃させずにこちらがミサイル撃てた。このゲームのポリゴンってかなり滑らかですよね。全然カクカクしてないもんね。この時代のポリゴンだったら、フロントミッション、サードとか、その辺ぐらいだと思うんだけど、それよりも滑らかなような気がする。いいね、撃破。ゴルゴン撃破。よしよしよし。絶対外さないっしょ。あ、下のやつがちょっと微妙かな。あれ入ってるかな。先っちょだけしか入ってない。取りこぼしたくないんだけど、もうちょっと下に行けばよかったかな。いやー、これマジで気持ちがいいな。スッとするよね。だから、なんつうの、複座式以外のシコン号乗りたくないんですよね。これがあるから。手間がかかるもん。このゲーム敵多いんで。下のゴロン、よしよしよし、入ってた。オッケーオッケーオッケー。いやー、マジで狙いをつけると命中プラス3のコンボは強えな。射撃と野戦レベル3まで上げといて本当よかったね。これで、あー、ゴブリン1体入らなかったか。まあ、こいつらはアサルト、あ、しまった。やべえ、脇腹を突かれる。うわっ、大丈夫か。159、割と食らったぞ。あー、性能低下。いや、ビダメだな。気にするほどのことじゃなかった。よしよしよし。じゃあ残りのやつらは軍令部より通信、掃討作戦に行こう。芝村純粒子はおじさんになるのかな、俺の。じゃあ、卵飯して、ミサイルぶっぱするか。そうだね。あ、アサルトライフルでもいいけどね、もう。これだったら、
幅跳びで前に飛ぶ？ギリギリか。走るくらい、歩くくらいやっとくか。で、玉込めしてミサイルしてるとターン使っちゃうからな。あ、移動射撃があるな。ちょっと待って、移動射撃でいいや。そうだね、これだ。で、この後連射で、残りの敵を殲滅。できればゴルゴーン逃したくないね。ただゴルゴーン当てられるかな。当てられてもちょっと硬いよね。あ、いいねいいね、滝川ナイス。よし、背中を向けてくれた。これで、ちょ、あ、ここだったら当てられる？これ当てられるかな。ちょっと距離遠いよな。あー、いけるか。ジャイアントアサルト。あ、いけるいける、大丈夫そう。命中マイナス1。当たんないかもな。おお、よし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 、ナイス。下降りちゃうと当てられなくなるよね。ここにいた方がいいか。ちょっと高いところに行ってもらって、ここだね。ここから攻撃しよう。ゴブリンリーダー、全滅できるんじゃない？で、あとは、残りが連射ですよね。一応、念のために、射撃までつけとくか。それで、全滅できるし、出る、殲滅できるでしょう。まずは、奥のやつから。くらえ！何？あ、手前のやつのせいで当てられないのか。オッケーオッケー。オーバーキル気味でしたわね。よし、これで看板やで。おお、初の全滅じゃない？援軍を要請する、了解した、急行。うん、ちょっと待って、これ。あ連戦だ、連戦来た。ん、ちょっと待って、なんか空飛んでるやついるぞ。マジか。支援を要請する、オーバー。待って待って、ミサイルの弾とか、これ補充されてんの？あ、残弾が残り8になってる。ってことはミサイル撃てる。弾は大丈夫なのか、これ。特殊コードを、じゃあ、弾倉交換。大丈夫なのかな？どっかで見れたっけ？ちょっとわかんないな。これで、ミサイルランチャー、あ、入ってるね。あ、大丈夫だ。連戦になったけど大丈夫ですね。これ飛んでるやつ何？北風ゾンビか。こいつの移動距離が厄介なんですよね。あ、そんなに速くはないけど、障害物無視してくるから。ただ、ゴルゴーンはいないな。じゃあ、北風ゾンビ、を殲滅する形でいくか。だからこの辺で待ち構えてればいいかな。狙い撃ちにされるかな。1体ずつちょっとゾンビーズはアサルトライフルで落とすか。よし。で、おえっちらおっちら来たやつらはミサイルでやろう。走る、
ダッシュ。こっからちょっと待って打つか。ちょっと歩くか。どんな感じ？ああ、この位置か。まあ、いいんじゃないかな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これで。いやー、まさか連戦とはね。オッケー。ちょっと近づいてもよかったけど。まあでも、北風ゾンビは、射程距離に入りそうだよね。あ、良さそう。ちょっと近いかな。あ、これ、もうミサイル撃てばよかったかもしれない。なんか無駄なことしてるかな。だったら、ミサイルぶっ破した方がよかったな。北風さん。先に、俺、射程に入ってる方をやろう。こいつだな。よし。相手は900だから。走行は弱いからね。よし、いいぞいいぞ。近づいてこい。オッケー。お別れです。軍令部より通信。撤退。まだまだ戦えるだろう。もっとやる気を見せてくれよ。うおー、ミサイル。グレンキャノンもだ。ん、増援。歯を噛み鳴らした。マジか。くー、やってくれるね。っていうか、ミノタウルスいるんじゃないこれ。うわ、ミノタウルスいる。こいつら、撤退戦なのに？どこにそんな伏兵を隠してたんだ。マジかよ。じゃあ、回答。向きを変える。攻撃行動を狙いをつける。連射。これでミノスケを倒すしかない。北風逃げるかな。ターン、攻撃させてくれ。よし、間に合いそう。よしよし、間に合った。あんま早くないんだなこいつ。ゴブリンはいいや。ミノタウロスを全力で倒そう。ありがとう。この自走砲みたいなやつかっこいいよね。自走砲じゃないのかな。砲塔が回転してるから戦車。曲射砲。撤退ライン近くのやつを攻撃してほしかったな。そこか。お、いいね。ミノタウルスにダメージ与えたのはいいぞ。お、すごいすごいすごい。友軍の援護射撃がこんなにぶち当たったのを見たの初めて。友軍強いな。これ誰？クルス？クルスの兄貴かな。地球防衛軍みたいだよね、ウォードレス。ウォードレスプレイもやってみたいんだけどね。あ、若宮選手長か。正直かなり難しいらしいんで。ここかな。ミノスケがどれぐらい動くかだよね。ちょっとこうしとくか。
一体逃がした。諸田で、工藤。狙いつけるいらなかったかな。めちゃくちゃ強い。やっぱミブちゃんは活躍できないな。相当接近しないとね、タッチ震えないからね。連射までいらなかったっすね。あ、まあ、でもこいつを撃てるな。ただ弾が切れた。4体くらい逃がした。でも大物は食ったからね。あは、僕たちの勝ちだよ。おお俺35体も倒したの？これはこれは。発言力1735。ありがとうございます。絢爛舞踏賞も近いんじゃないか、俺。何体倒すんだっけ？ 300 とかだっけ？ 200 とかそんぐらいだっけ？お、ホライギ君。せーの。ヨコさん。おめでとうでーす。ユウの勝ちでーす。あ、はるか。おめでとう。おめでとうございます。何これ。エヴァンゲリオンの最終回みたいなことになってっけど。女の子たちにもみくちゃにされた。なんだなんだ。あ、ひえ。なんだ、原さんか。大丈夫。この原さんはまだ大丈夫。ほらほら、速水くん困ってるわよ。まったくからかうのが好きなんだから。えへへ、ごめんなさーい。勲章授与おめでとう。じゃあ私からも。なんかもらった？何？あはは、本気にした。なんだよ。原さんの冗談は冗談じゃないから怖いんだよ。ごめんごめん。うん、それじゃあ今日はこれぐらいで我慢してね。あ、ずるい。勝手にやってろ。その通りです、森ちゃん。さあ今日はパーティーを。明日実践でもテストでも少しだって寝かせないんだから。明日舞ちゃんとデートなんだけど、整備のストレスが溜まりすぎです。そうそう、田代の姉子。ははっ、おだまり、おだまり。今日だけは休戦の約束でしょ。新井木くん、田辺くん、いじめちゃって。はい、クラッカーと地獄クッキーとどっちがいいですか。これ、クラスの女子がみんな俺のこと好きってこと？うぬぼれちゃっていいのかな。めっちゃ活躍したから、みんな俺をチヤホヤしてくれてんのかな。ごめんなさい、ごめんなさい。命令されて仕方なく、リボンと似合わなそうなフリフリドレスを着せるんです。それを俺に着せようとしてんのか。いや、やめてよ。あ、森ちゃんと田代の姉子に着せようとしてんだ。それはいいな。式が150。いや、今日はやってやったんじゃないですか、マジで。ステータスが26に下がってる。神経接続がだいぶ落ちたな。あー、総合評価が A になっちゃってるね。これは、早急に戻さんとな。なんか嫌ですよね。これでも全然強いんだけど、下がってるのがすごく嫌だ。天草は厳重勢力ゼロじゃん。移動した方がいいんじゃないかな、これ。あ、移動した。人吉に移動した。敵がいなきゃね、戦闘起こんないですからね。はい、じゃあ、今回はこれで終了します。もう完全に戦闘会でしたね。で、明日は、デートじゃない？確か。26日って金曜日だっけ？あ、明後日か。明後日がデートか。はい。じゃあまた次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。